イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？幼馴染とはいえ、アバターだから外見違うのによくわかったわね。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。もちろん、私もすぐにわかったわよ。あんたの雰囲気、昔と全く変わらないんだもの。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割には、お人よしな感じかな。突然呼び出したのに、初めての VRMMO に来てくれるレベルの。だから、ありがとね。さあ、行くわよ。大会が始まるわ。そういえば、GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。一人の若き天才、カヤバアキヒコが生み出した。そして VRMMO、仮想大規模オンラインゲーム、ソードアートオンライン。多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。でも、それは正解だったと思う。正式サービス開始日に、カヤバアキヒコはプレイヤー約1万人を SAHP がゼロになれば、プレイヤーたちは協力して、全 SAO 事件の影響、安全性を確保された。妖精たちが空を舞う、SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲーム、そして、何者かによって VRMMO 開発支援パッケージ、ザ・シードが無償配布されたのをきっかけ。ここ、ガンゲイルオンライン、GGO もその一つよ。簡単、ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まあ、あまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて、あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。ブライ、それに初心者でもあんたならいい線行くんじゃない？あんたのゲ、頑張ってあたしのためにお宝ゲットしてね。来た。いつきさんだ。あの人も大会、そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人、もうどこに注目してんのよ。あの人は GGO のスコードロンって。いや、君たちも。はい。クレハ君だよね。え、あちこちのスコードロンを渡り、ああれ、そこの君、私の幼な、初日から大会に参加するの。初めまして、僕はいつき。面白い戦いを。いつきさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから。準備はいい？ OK なら。行こうか。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただってすぐになれるわよ。せっかくだし、ダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。あ、そうそう。視線に違和感がないか、
周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。いい感じね。出りゃ当てる。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあその調子よ。エネミーだ。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。やった。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬。うまいうまい。当てる。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。やるじゃん。お疲れ様。楽勝でしょ。トレジャーボックスだ。トレジャーボックスってトラップ。それじゃあ階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。プレイヤーとは戦闘になりそう。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから。エネミーだ。走ることがかなり重要よ。まだまだ。いいじゃない。肩ならしかな。扉いかにもって感じよね。せっかくだし開けてみたらどう。開ける。せーはっはっはっ。使うわよ。よし。ダンジョン内にはいろんなギミックやトラップが。よく注意して行動した方がいいわよ。あたしが教えられるのはこれくらいかな。うん、初めてにしてはいい線いってると思うわよ。
GGO の基本的な戦闘は大体分かったってさ。これから。あれ、君たちは。隙を見て逃げるわよ、リツキさんの仲間なら。クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解、君たちも実だから。まさかそうだな。この奥に少し面倒くさそうな絵だけど、もちろん。どうする？いいね。分かったわ、エネミー。分かってる。当てる。うん？私たちは別の道を。だから。わかりました。よし、レベルアップ。さっきはなんとかうまくいってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。見て。おっとっと。大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。プレイヤー認証、マスター登録開始。ユーザー名、登録完了。
大丈夫だはずな。問題ない。マスター待ちなさい。あなたこそ銃を下ろして。いつの間に背後を。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの。すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。この子がレアアイテム。なあ、正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポート AI アバシスだよ。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲットできるチャンスだと思ったんだけど。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよ。キリト、1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという貢献使いのあのキリトさん。キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは先行とかバーサクヒーラーとか。キリトくん、もう余計なことまで言わないで悪い悪い、仲間のアスナだ。はあ、名前はランキングで何度も見ているわ。こんな有名人まで狙っていたなんて。アバシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X A29000 マスター通る。この人が私のマスターです。現在メインシステムを 50% まで起動中。失敗？そんな！やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。ん？ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったの。言い訳したって無駄なんだから。ああ、よし、あんたのものは私のもの、そういうことにしてあげるわ。あんたにもさっき迷惑。クレハはマスターの上位者、認識しました。よろしく。じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしい。私それといい名前だな。なるほど、うん、またね。メインシステム起動。マスター、私の名前を決めてください。それはしよう。それより、はい、登録か。うん、初めての。これは、へー、初めての。倉庫に埋もれていました。経験値という情報が。それって、そう。クレハはここか。上だった。分かった。UFG が刺さるところは発射前にレティクル、ですね、レティクル、つまり構えた時に出る照準の色でわかります。まずはあの高台まで登ってみるのです。
さすがマスターなのです。 UFG を当てると動く仕掛けがあるのです。成功なのです。ソロを飛んでいるエネミーに UFG を当てるとダウンさせることができちゃうのです。さすがマスターなのです。ダウンさせたエネ成功なのです。これで UFG はバッチリですね。マスター、ちょっと人がせっせと上り下りしてたっていうのに、ずいぶん楽しそうにひょいひょいと移動してくれるじゃないの。他の機能のことはどうであれ、移動のことを考えると正直かなり羨ましいわ。マスター、お疲れ。面白いな、キリトさんだって。でもタイプ X さ、やあ、クレハ君たちも生き残っていた。僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られ、どういうことだい。私です。君は一部訂正を求め、ま、マスターはクレハ君。ちょっといろいろあって。お帰り。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティー。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。あれ、君はさっき戦った。どうも、貢献使いキリトと戦えて光栄。君はキリト君の友人なのかい。なるほど。あ、よかったらイツキも来ないか。残念だけど遠慮するよ。君たちはどうかな。マスター、パーティーは初めて。もちろん参加するわね。キリト、アスナ、イベントおめでとう。パパ、ママありがとう。超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのおい、みんな俺の仲間だ。わあ。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもし、ごめんなさい。はじめまして皆さん、私はアファシステムタイプ X、 型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前。うわー、うらやましい。うらやじ、うーん、そうだね、わかりやすくていいんじゃない。レイちゃん、承知しました。私、皆さんよろしくお願いします。パーティーにマスターがおる。へー、俺は俺専用の可愛い子だから。お前、それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ。情報屋のアルゴさんもニュー。へえ、それはいいこと。キリト君、友達ね。えアスナ、へえ、君ってミト、ミジス。はい、トボ。確かに。イド、エギル。そら、ま、昔ねえねえ、うん、あ、賛成。みんなで歓迎する。ありがとう。男の人ばかりの。そうなの、クレアの。うん、しっかり、うん、お手伝い。みんなだからこうやってみ今日はと。おい、急にパーティーに誘って悪かった。口が悪いのもいるけど、君ってさ、そりゃ昔の君がアファシスを、俺はどっち。それでも君もそんなところって、全部俺の。それならいい。一つ聞きたいんだけど、いいかな。仮想と現実の差は何だと思う。世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。
俺はそうは思わない。だって俺たちは今ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。